ないところからより綺麗になっていきたいっていう方も増えてるでしょうし、1、2の状態を維持させるっていうのはとても重要なのかなと思います、ね、なるほど。全国上位 3% の繁盛員が絶対に外さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。はい、やってきました、武蔵野メディカルチャンネルです。久しぶりに今日は来ていただきました株式会社プロラボホールディングスの松山康介さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何しに来られたんでしょうか今日 YouTube 出していただけるということ で、 そうです、ね、前回のセミナーが2年前だったんで、はい、プロラボさんが治療院業界にいろんな酵素とかいろんなサプリとかを販売して、はい、ちょうど5年ぐらいですか。5年経ったか経ってないかぐらいかもしれないですね、はい、プロラボさんのお客さんというか、はい、そういったところ全国あるじゃないですか、はい、うまくいってるとこ結構あるじゃないですか。ありますね。そう、ありがたいことなので、うまくいってるところが今何やってんのかっていうのを聞こうかなっていうのもあるんですけど、うん、ありがとうございます。松山さんから見てこの5年でどう治療院業界って変わってきてると思います、うん。5年前にいろいろ整骨院、うん、治療院さんに関わらせていただいた時から、うん、まあ、徐々にだと思うんですけれども、うん、保険だ自費だみたいなことは言わないですけれども、うん、5年前より今の方が美容だったりとか、ね、予防だったりとか運動みたいなところに力を入れてきている先生治療院が増えているのかなっていう気はなんとなくしてますね。痛みを取るようなことではなくて、はい、予防なんですか。そんな気はしますけどね。まあ、でも予防とはいえ痛みを抱えてくる方がいるので、うん、はい、痛みをゼロの状態にするっていうのはベースラインだよね。そうですね、痛みは取るのがまあメインのサービスだと思うので、そこからさらに上の状態を目指していくことでお客さんもリピートが生まれやすくなってくるのかなっていう。なるほど。昔よりそういう施策をしているところが増えてるのかなっていう気がします。だからマイナスから0にして、はい、でプラス1とか、そうですね、下手したら2にして、はい、でその状態を維持させるっていう、はい、あ、そういうことね。それはでも5年前からあったとは思うんですけれども、うん、より顕著に変わってきてるのかなっていう気はしますけどね。あ、痛みを取ってあげて、はい、いい状態をプラスに持ってきてあげて維持させるっていうのに、はい、どういったやり方でそう維持させてるところが多いですか。昔からそうだと思うんですけど、うん、例えば EMS を使ってるだったりとか美容メニューを作って、うん、痛いところからより綺麗になっていきたいっていう方も増えてるでしょうし、うん、プラスアルファでこの運動だったりとか筋肉をつけていくっていうところは、うちここら辺ってあんま終わりがないじゃないですか、はいはいはい、なのでそこはかなりこのリピートというか、うん、1、2の状態を維持させるっていうのはとても重要なのかなと思ってます、ね、なるほど。今言ってるところになんか答えありそうですね。ないですよ。いやいやいやEMS と運動と美容じゃないですか、はい、確かにこの辺のラインっていうのが、はい、いろんなツールもこの辺ですよね。プロラボさんからしたら言ってしまえば美容のところに入ってくるのか。そうですね、美容に入ってくるかもしれないですね。美容とあれか健康だから食事のところだもんね。そうですね。だから結局プラスのところを維持させるための運動、うん、EMS、美容、うん、食事か、その辺も含めてやっていく因が多いっていうことなんだけど、うん、結局ねその裏にあるのって、うん、今の人が健康意識めちゃめちゃ高まってるのかなって思うのよ、うん、それは間違いない。あるよ ね、 ね、ちょっと前と違うよね、はい、それを思ったのがチョコザップよ。チョコザップ、チョコザップ知ってる？こうちょこっとでやってるこれね、これ今、はい、何人ぐらい会員いると思う？家の近くとかできてんでしょ。結構ちょっと前までコンビニだったところがこれになってたりするんでこれねちょこっとよ、ね、これになってたりするんで、いやどんぐらいなんだろう、結構多そうですけどね。何万会員になったと思う？今ちょっと多く言っていいですか、はい、10万人。あー、なるほどね。それでも多いよ、フィットネスから考えると。そうですよね、うん、違う、答え言います。はい、112万登録者112万人ってことですね、はいはい、わ、それはすごいわ。ありえないでしょ。すごすぎる。で店舗数は1000店舗超えてんだって、はい、へえ。吉野家とかと同じぐらいある。吉野家と一緒なんですか。吉野家で、吉野家は36年かけて1000店舗や、はい、チョコザップ2年ぐらい。すごいっすねで、あっこって母体がライザップやん。あ、そうですね。そう、あれのチョコットバージョンでやるんだけど、はい、やっぱりそんだけゴールドジムはいかんけれども、そこに行く層がめちゃめちゃいる。がっつり健康にはできないのよ、うん、トランスレンとかも出れないけど、うん、ちょこっとなんかウォーキングとかできるような環境があればいいっていうのが、はいはい、その背景とかがやっぱりさっきの EMS もそうだし、はい、うん、運動、うん、加圧感があるじゃん、いろいろと、はい、であとは食事のところとか、はい、サプリとかも背景としてはあるような気がするんだよ。確かにそうですね。 そう、そこのニーズは間違いなく高いでしょう ね、 ね。だからそういったところのメニューを会社さんに提供している院が盛り上がるのは必然なわけよ。あ、まあそれはそうですよね。そう、一般の世の中的にも、まあ、そうですし、コロナ以降、うん、よりこの健康意識がなんか自分で何とかしなきゃ感っていうのはすごく高まってきた感じですよね。そうでしょ。治療院がそれで盛り上がっているんであれば、うん、何かそういったことがありますよっていうのをセミナーにできないかなと自分はちょっと思ってて。
今までやったことなかったでしたっけ？あるあるある、恋なのはあるんだけど、あ、はいはいはい、久しぶりに、この間会ったわけよ、なんかできないかって話があったんで、ね、はい、急遽これを、まあ、撮ってるわけよね。スマホでこれ撮ってますからね。即席感強いですね。即席感ある。だってセミナーやったのも1年半ぐらい前ですもんね。はい、近く経って、はい、ちょっと改めて、うん、今の予防も含めての治療院ビジネスっていうところの中心になるというか、参考になるようなセミナーをちょっとできないかなと思って。あ、面白そうですね。そう、それを松山浩介さんの頭の中にある5年間見てるわけ、治療院うまくいってる。私も見てますけど、はい、それをちょっと融合しながら、はい、いいとこ取りでバンド出せるようなセミナーをやったら面白いんじゃないかと思って。そうですね。そうなんだ。だからもう多分ね、告知もされてると思うのよ。動画の方が多分後になっちゃうから、治療院×AI×栄養っていうね、はいはい、急に AI って出てきましたね。そうよ。AI って何なのあれ。いや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 。その辺も含めて、もう日程決まってるけど一応やってみようか、はい、サイコロ 5.29 5月29日、はい、21時半からこの会場でやりましょうよ。実はチラシが出ております。はい、こういうやつね。いつにも増しておしゃれじゃないですか。そうよ、これキャンバで作ったから。だって俺何かあったらキャンバよ。あ、そうなんですか。ただプロだから。あ、なるほど。毎月いくらか、多分、あ、年間だったかな、ちょっと分かんないけど。大丈夫です。それ大丈夫です、はい、クライアントの究極の健康サポートを届けるためにということで、はい、治療院にお役に立てる内容をね、はい、ちょっとやっていこうかと思うのね、はい、我々久しぶりだからさ、はい、それぞれのメルマガもやってるじゃん、はい、だからそういった方に発信していきたいなと思って、はい、あ、いいですね、うん、面白そう。 AI っていうのは何なのかっていうのは多分気になっている方も多いと思うんですけど、もう一本撮りたいなと思うので、はい、5月29日21時半から始めますので、今日の概要欄に載せておきますので、はい、気になる方はちょっと申し込みしていただけたらなと思います、はい、というところですかね。一旦終わりましょうか。一旦終わりますか。ということで、今日の動画が良かったなと思った方は高評価、はい、あとコメントとかですね。あとは最近多いのは何が多いんでしたっけ。何が多いんですか。シェアが多いって言ってるでしょ、いつも。シェアが多いですね、はい、それちょっと言ってほしかったの。わかりました、はい、シェアが多いんでシェアしてください、はい、ということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。